はい、メロンです。ポテトです。今回はハングリーピックスっていう、この豚さんがでっかいキャベツを食べるっていうゲームをやっていきます。はい、 PC 版だね。うん、さっき言った通り、腹ペコ豚が渋谷に出現したんですよ。うん、で、なぜかでっかいキャベツもいっぱいあるので、うん、それを警察に捕まらないようにいっぱい食べようっていうゲームですね。うん、で、このおじさんね、いっぱいいるんだけど、ポリスおじさん、おじさんに捕まっちゃうとゲームオーバー。いっぱいいる、ほんとだ、いっぱいいる。で、画面タップってあるんだけど、これもともとスマホの方で先に出たらしくて、スマホでもできんのこれ。そう、今回は PC 版でやってるから、うん、A ボタンだね、うん、おじさんを吹っ飛ばすことができるので、やばい時にはこれ使いましょうって話だね。うん、まあ見てればわかります。はい、これでちょっと動いてみて。あ、動ける。あ、で、コイン6枚集めると豚が無敵になって、かつスピード2倍らしいです。やったー。うー、まだ1枚だった。これ卵？そう、で、卵使うと必殺技が打てるらしいんだよね。よく狙って当てようだって。コン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 。お？で、花、この辺に草生えてんだけど、花からなんか実が取れるらしいんだよね。白、赤、青の順に大きな実が出やすい。取ってみよう。ああ、パワーか、上に書いてあるやつだよね。そう、キャベツに与えるダメージが上がるっぽいね。あ、モンスターボール出てきた。で、豚にブーストがかかるらしいです。あ、卵取れた。お、レベル上がった。草を食べる速度が上がったんだね。これ大きくなるのかな。あー、いっぱい食べるとなるんじゃないかな。卵なんだろう、使ってみていい？いいよ。うわー、うわー、あ、これが必殺技ってやつか。すごー、なにこれ。めっちゃ早い。キャベツ食べちゃおー。あのキャベツは数字になってないのか。パワー、あ、なってんな。スコア1ってなってんね。で、キャベツを何個食ったかって話だね。あ、スパイス。おー、すごい。で、アイテムは3つまでしか持てないから、うん、適宜使って入れ替えてってくれって感じなんだろうね。そうだね。うわ、キャベツ楽しい。バレるか？おじさんたちは気づかない限りはうろうろしてるだけっぽいね。なんかこの弾も当たったらダメなのかな。あー、そういうことなのかな。なんなのこの弾。わかんない。あ、見つかった。バレちゃう。あ、何？必殺技出したか。あ、じゃあコイン6個溜まった。あ、吹っ飛ばした。無敵モードだ。逃げてる、逃げるなー。バーン、逆に吹っ飛ばしてる。キャベツ、なんか火すごくない？なんかすごいね。あの火当たったら、わー、ボーナスセレクト。そんなことできんの？ヴァンパイアサバイバーズみたいな。ね、これにしよう。ブブブー、なんかレーザー来た。なにこれ、なにこれ。わー、ビーム出た。なに今の、どこ、うわ、痛い。遅くなってんね。上に HP ある。あ、うわぁ痛い。で、今みたいな感じで、警察に捕まると、蹴っ飛ばされて、終了って感じなんだね。で、このゲーム、マルチでも遊べるらしいんで、うん、さっきのはチュートリアルだったんだけど、うん、こっからはマルチでやっていこうか。うん。で、今やったのは無限モードなんだろうね。うん。これやってみる？これやってみようか。1の1。あ、メロン入ってきた。来たよー。じゃあ、スタートします。はーい。出発！おー！お、このキャベツを食えってことなんだろうね。イェーイ。よし。とりあえず、とっとと食べてまえばいいんですよ、こんなの。よいしょ。食べちゃえ。あ、めっちゃ簡単。あれ？もう終わり？これ。簡単だ。おじさんたちが気づくこともなく、5秒で終わっちゃいましたよ。イェーイ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。なんかキャベツから出てたよね。なんか豚、ちっちゃい豚くっついてる、私。え、あ、ほんとだ。かわいい。なにこれ。なにそれ。イエーイ。イエーイ。あ、なんか出た。で、このゲーム、コスチューム？そう。ステージをクリアしていくと、コスチュームが出るっぽいんだよね。やったー。イエーイ。着せ替え。あ、出たー。黄色。さあ、来ちゃおう。こっから変わるぞ。さあ、秋だね。これ秋なのか。マグマステージかと思った。俺も最初マグマかと思ったんだけど。やばい、バレてる。全ブーストかけちゃえ !682 だぞ。強そう。あ、終わったー。やったー。
イエーイ。やったー。あ、赤ちゃん。かわいいの。よし、そこそこにストーリーモードっぽいのもやったから、うん、無限モード最後に一回やりましょうか。渋谷行っちゃおう。渋谷の街練り歩きたくない？歩きたい。レッツゴー。レッツゴーゴー。わあ、チュートリアルの場所だ。すごいね。もうやり方も分かったし、結構いけるんじゃないかな。卵食べちゃおう。卵食べたいな。ほら、このキノコなんなんだろう。逃げろ逃げろ。えい、一回倒して、キャベツしちゃおう。キノコからも普通にモンスターボールっぽいやつ出たね。出た。うわ、5万。キャベツ結構強いキャベツになってんな。うわぁ。よいしょ。パク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 。もぐもぐ。あぁ、うまいうまい。危ない。よいしょ。早すぎて見えない。お手さんどこいるんだろう。ふぅー、めちゃめちゃキャベツ食べてます。あ、端っこの方にいるのか。ミサイル、ダーン。ミサイルだ。何が出るか。真ん中にミサイルある。出しちゃおう。あ、出た。どんどんどん。ミサイルキャベツに当たってる。あ、そういう感じなんだ。うわ、巨人？巨人出現？何それ？何？うわー！キャベツだった。え？キャベツかい。巨人はどこにいるんだ？あ、なんだこの守られたキャベツ。どこに巨人いるの？え、巨人どこ？うわ。あ、なんか出た。割ると中から怪獣が出てくる卵。怪獣と巨人は一緒にいると喧嘩するらしい。やってみよう。巨人どこだ？巨人どこだ？あ、メロンいた。巨人どこだ？いないね。いない。よし、食べろ。よいしょ。あ、なんか俺キノコ出てる。すげえ。キノコ出てますよ。キノコ？うん。メテオみたいなやつ取ったの。へぇ。あ、無敵になった。ハンバーガーだって。怪獣の卵ゲットー。ハンバーガー。ほら。豚大きくなった。まだだった。へへ。大きくなって。コイン6枚集めたぞ。痛い！死んじゃう死んじゃう死んじゃう。ほら。やったりましたよ。大きくなります。うおぉ！お、大きい。めっちゃ強い！ 3000 とかなんですけど。すげぇ。うぉ！無敵デカ豚だぞ。すごい。うわ、一瞬でキャベツ。早い。いいなぁ。どどどん。うわぁ。ボーナスコインだ。巨人いないね。巨人いないね。あ、大街道書店。やばいやばい。レーザーが。スクランブル交差点の。レーザーだ。あれ、ここなんだっけ？ツタヤ。ツタヤか。でっかいツタヤ。まだあんのかな？ね。レーザーやだよ。危な。危ねぇ。今捕まったかと思った。あ、同化してる色が。追っかけちゃおう。子供みたいになってる。ファイヤーボール私も持ってるよ。キャベツにやるのこれ。ファイヤーボールと、なんか周りにいっぱい出た。弾が周りに出んだよ。ほんとだ。出た。イェーイ、レベル10になってる、いつの間にか。イェーイ。レベル10の豚だぞ。早い。うわ、レーザー全部来てる。何これ。あぶねー。危ない。何この状況。よいしょ。巨人はどこにいるんだろうね。ね、巨人出現。巨人出現だ。今度こそ会いに行くぞ。どこだ？どこだ？上か。痛い。こう、あ、いた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 。左下だ、ポテさん。はーい。見て。うわ、いた。何してんだ？何してんだこれ。行くぜ。俺の怪獣ちゃん。あれ、なんか狙われてるもん。あ、狙われてる。うわー。うわー、怪獣ちゃんだ。それでポンポンして割らないと出ないんじゃない？ あ、そういうことか。あれ、どこで出たんだ俺の。あそこ、巨人の下にある。あるね。やばい、死ぬかも死ぬかも死ぬかもー、なんか大丈夫だった。子供が犠牲になった。よいしょ。あ、でかい、出てきた、出たよ、かわいい、出てきたー、かわいい、逃げろ俺。うわ、なんだ、え、なにこれ、あ、なにこれ、グレート出た。あ、なにこれ、え、なにこれ、グレートになった。グレート、え、ど、なにこれ、ほい、サクセス。あれ、なんだこれ。倒してんのかな。ね、戦って、あ、吹っ飛ばした。やったー。すげー。あれ、俺下にいるー。あれ、じゃあ俺何してたの。なんかやばいレーザー。痛い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 。で、逃げろ俺。うわー、アンチグラビティ。うわー。必殺。怪獣だー。必殺だー。あれ、怪獣とか飛んでっちゃった。ブタちゃんが犠牲になってくれてた。ブタちゃんいる限り、火がある、残機あるみたいな感じ。うん。犠牲になってた。一発食らったら終わりじゃないんだね。うん。よいしょ。レーザー多くない？なんかレーザーとか攻撃増えてきたね。うん。こ
手さんの方行こう。ほらー一瞬だ。なんか強そうなことになってる。一瞬だぜ。ほらー。ほらー。一瞬だぜ。ほらー。つえー。ほらー。ポテトだぞー。ポテトだぞ。ポテトだぞ。うわ強いじゃん。スコアももう59ですよ。60だ。60いきましたね。ね、レベル10から上がんないな、なかなか。確かに。パワー9000。100いきたいな。ね、このレーザーなんでこんなにいっぱい来るの？無敵の豚のキック、キック。あ、おもろ。無敵状態の豚さんめっちゃ強いじゃん、攻撃力。強いよね。うわ、無敵だー。なんかたまにさ、とんでもないライフのキャベツ。11万とか？そう。ほっとくとなるのか。20万とか？そう。私に任せてー。ほら、あーん、一瞬だぜ。ナイスー。ハンバーガーでっこ、でかー、見てでかーいでかーい、見てろよ。ほら警察もなんでこっち狙うの、レーザー。なんか俺狙われないんだよな。やばいね。気持ちいい。アイテムをちゃんと取った上でやると。ちょっと増えてきた、さすがに。うわ敵増えてんね。うん。わぁ、ちょっとでかい私。ほら上行っちゃおう。よし、どどどどどどーん。はやー、どどん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 どーん。どどん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 どーん。巨人だ。巨人出てきた。巨人あんま合わない方がいいってことか。ってことなんだろうね。なんとなく妨害してくるキャラに見えるよね。うん。倒すとなんかメリットがあるのかな。なんかそんなになさそうだったけど、経験値は出てたかな。ああそういうこと。おりゃー、ハンバーガーでかー。なんとなく普通の状態で、ね、でかい。あ、普通の状態でいっても何も起こらない、ね、でかすぎて通れない。でかい。もう怪獣、巨人と戦えるじゃんそれあ、ちっちゃくなった急に。ほら、あ、巨人に追いかけられてる。あ、怪獣の卵出てきた。やったー。えい、あ、2個出た、なんか知らんけど。ポテさんに合流しようっと。2個出た。2匹出しちゃった。うわぁ、すげぇ。すごい。映えてる。出たー。あ、1個消えた。あ、あれ？危ない。危ない。危ない危ない。よいしょ。恐竜、巨人、恐竜ちゃん。あ、行ったぞ、怪獣。おいしょ。大怪獣バトルだ。あ、失敗した。失敗したよー。いいぞー。いけー。はい、倒せ倒せ。あれ失敗したっぽい、巨人。うわー、あー、やられてる。やられたー。逃げろー逃げろー。あー、なんかメテオとかも激しくなってるね。ね、経験値取れ。よいしょ、キャベツどんどん食っちゃおう。ファイヤーボール、危ない。あ、やばい、終わった終わった終わった。終わった。あ、吹っ飛ばされたー。にー、あ、なんか終わったっぽい、終わったっぽい表示が出てる。93だ。あ、めっちゃさ、スキン増えたんだよね。めっちゃ増えた。右下おじさんじゃん。あれ、ほんとだ。でも可愛いのいっぱい入ったね。入った。うわ、可愛い。わっ、わ、あれこれボブリーライフか。可愛い、いろいろあるね。ね、迷っちゃう。はい、というわけでハングリーピックス遊んできました。はい。スチームだとセールになってて、ちょうど300円ちょいとかで買えたんだよね、うん、で定価が500円くらいかな。安っ。安いよね。うん、これね。うん、かわいいご視聴ありがとうございました。でした。ハングリーピックスでした。でした。終わり終わりかわいい